日本教育新聞社から新年挨拶ご執筆のお願いが来ました。えー、皆さんこんばんは。NHK から国民を守ると参議院議員の浜田聡です。はい、えー、私のですね参議院議員会館の事務所にはですね、まあ、日々いろいろなあ書類なりが届くんですが、まあ、そのうちの一つですね今回それを紹介します、えー。新年挨拶ご執筆のお願いということで。えー 日本教育新聞社から来ております。はい。まあ、このようにですね、あの、節目節目で、えー、まあ、国会議員にはですね、挨拶文、執筆というのは結構来るんですね。えー、まあ、私、NHK から国民を守る党ということで、あの、党の方に来る時も、まあ,あれ、あればですね、まあ、このように、議員個人にまあ来る時も、まあ、あります。えー、党の方に来る時はね、あの、船橋の事務所の方に、まあ、届いてですね、えー、で、 必要に応じて私が見るべき時っていうのはあの私の事務所に届いたりします。で、今回、教育新聞社の挨拶文ということで、まあ、基本的にはね、あの各党の、高等のね、政策調査会長、政調会長をあてに、えーまあ、メッセージが、このね、挨拶文執筆っていうのが来ております。で、ちょっとこの日本教育新聞社のから来たね、えー これ、紹介したいんですけど、見えますかね ?NHK から国民を守ると、かっこゴルフ島とね、す、え、で、ー、に書いてあるわけでですね、政党明の変更が変わるということまでチェックしていただいて、えー、書いているということで、えー、日本教育新聞社の方、どうもありがとうございます。はいで、まあこれからですね、あの私、えー、書いていくんですが、実は、えー 去年もですね、これ書いております。去年書いたということは、今年の令和2年1月付のですね、まあ、の新今,年今年の新年の日本教育新聞の方にはですね、挨拶文載っているわけであります。えー、9つのね、9党あ、失礼、九つの高等のそれぞれの、ね、政調会長、あるいはですね、ちょっと 各党でちょっと違いますね。はい。政調会長って言いましたけど、うん、自民党だとね、文部科学部会長、立憲民主党だとね、えー、もうそうか、文部科学部会長、国民民主党もまあそうですね、えー、公明党もあ、そうですね、えー、失礼いたしました、えー。各党のですね、まあ教育担当がいて、まあ私の党だけ、えー、でもないですけどお、そうですね、共産党もね、公明党も文部科学部会長、 になっておりまして社民党はですね政策審議会長吉川はじめさんでまあ n 国党はね政調会長私で令和、えー、さんはですね、えー、文教科学委員会所属の船子さんがまああの挨拶文、えー、今年の1月の日本教育新聞の,の挨拶文を書かれているということですでまあ残念ながらですねこれ、えー オンラインで見ることができないんですよね。基本的にはこの、まあ、できないというとちょっと、えー、変な言い方なんですけど、基本的には日本教育新聞社のまあ会員有た、有料会員でないと、まあ、見れない,い,いのですが、まあ、ただ、あの、私が書いたものだけはですね、ここで、えー、紹介をさせてもらおうと思います。えー、今年の 1, 1月の4日発行かな、に出た、 日本教育新聞のですね NHK から国民を守る党の挨拶文になります謹、えー、んで新年のご挨拶を申し上げます昨年夏の参議院議員選挙において2つの新たな国政政党が誕生しましたそのうちの1つが我々 NHK から国民を守る党ですこの国政政党が誕生した背景にはいろいろな要因があるとは思いますが私が最も重要と考えるのは NHK 訪問員による集金や契約を迫る手法に大いに問題があることです。NHK は多くの素晴らしい番組を作っていることに疑いの余地はありませんが、一方で公共放送の名にふさわしくない訪問員がいることは事実です。ん保生命の不適切契約問題は記憶に新しいことと思いますが、公共放送といえども問題を起こし得ますし、現に問題が起こっているという現実があり、誰かが 歯止めをかけなけななればなりませんそういった社会的背景をもとにこのような政党が誕生したといえます誕生したばかりの小さな政党であるがゆえにまだまだ微力ではありますが我々なりに全力で日本の教育に貢献していく所存です本年もよろしくお願いいたしますということで、えー、時数制限が一応420時ぐらいになってまあこの,この範囲内で収めていたと 思いますで、まあ、今年もね、来年1月初めに出版されるであろう日本教育新聞の挨拶文を書こうというところでございます。まあ、どういうものをね挨拶文で書こうかなと思っているんですけれど、一応今決めているのはですね、NHK の 訪問員のの題というのが、えー、大詰めに来ているその問題の解決大詰めに来ているということを書こうかなと思います、えー、弁護士法72条違反で追い込むことができると、えー、解決に近づく解決するかもしれないということは書いてみようかと思いますそしてもう一つはですね、えー、当然透明変更をするということを、まあ、書いて プラスですね、まあ、ゴルフというのがですね一応イギリスなどではですね教育として扱われている教育の材料として扱われているようなんですよねなので、まあ、ゴルフのね教育効果について少し可能な範囲で触れてみようかなと思います。 まあそれぐらいね、えー、あんまりね、420字ということで、先ほど紹介したようなぐらいの分量しかまあ書けないので、あんま大したことは言えませんが、まあとにかく、まあねえー、NHK の訪問員による被害が解決しそうであるということが一つ。もう一つは、ゴルフ、透明変更、ゴルフ透明等へと変更をするということで、まああの、あわよくば、 ゴルフの教育効果などもね、えー、書くことができたらなと思います。そういう意味で、教育に貢献しますよというような決意を書ければと思います、えー。皆さんからもですね、えー、こんなことを書いてみたらいいんじゃないか。何しろ、教育新聞ということでございますので、えー、皆さんのね意見をいただければと思います。はい。というわけで、えー、最後までご視聴ありがとうございました。 本日、令和2年の11月24日火曜日でございます。本日はですね、参議院の財政金融委員会がありまして、4時間半ぐらいの委員会だったんですね。で、私の所属する会派、みんなの党では、渡辺義美先生が、日銀のですね、日銀に対する質疑でありました。46分間ね、質問されましたということで、 まあそんなところでございますで次はですね私、来週の月曜日に行政監視委員会の小委員会で10分間質問時間いただきましたということと、あと火曜日ですね、来週火曜日、財政金融委員会で37分質問。 するとということになりま,すまあ今年ね、えー、財政金融委員会で1回だけ質問かと思ってたけど、まあ、行政監視委員会の方も,も質問機会いただけるということで、まあ、来週はたまちょっとね、えー、頑張っていこうと思いますというわけで、まあ、ちょっとね今週はその準備を忙しいと思いますが頑張っていこうと思います、はい、というわけで、えー、そんなところですがモコモコヤギはね、えー、順調に育っておりますということで、えー はい。というわけで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。参議院議員会館より NHK をぶっ壊す。